アズママダックス&バトルフェイス強打で勝利後の DNA ファンの反応。宝石のようなアズマ、新人王が帰ってきたんやなって。アズマックスマダックス、結果 MVP いける？今年すでに伊勢と安は帰国し気味だったから、ここで先発完封勝ちは偉すぎる。アズマ最高、強打も最高。強打がいて本当に助かってるわ。アズマは全盛期に戻らないとか言われてたのに泣けるわ。無四球完封とかすげえな。二塁踏ませないし完勝。ルーキーの頃のワクワクが戻ってきとる。今永とツートップでいけるかこれ。アズマ完全復活やね。嬉しいわ。このタイミングで完封引くの完全に流れきとるわ。あの強打とかいう新人は中日に恨みでもあるのか。強打補強大成功だった。バトルフェイス大活躍だったな。サワンカルテットやっと復活。村上三勝かと思ったら二勝なんやな。完封したシャズマで確定やな。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、各球団の話など、プロ野球ファンの方々と盛り上がれたらと思っています。どの球団のファンの方も大歓迎です。ぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。